ですね、夏休みに入りまして、先ほどご案内しましたように親子で家族で健康診断ということでですね、有岡田さんのこの場所をお借りしましてですね、開催いたします。有岡田さん、セカンドアートホールの様とはですね、上田市も地域活性化の包括の連携を協定を進めるということで、様々だったのでですね、この場所をお借りして、活性化のために、これから始まる最初のステージイベントは上田市オリジナルの健康体操です。この体操は信濃の国上田健康体操で、6月から10月の毎週土曜日の朝、市内7カ所で大勢の方にご参加いただき行っております。みんなと一緒に信濃の国上田健康体操を、ね、やってみたいと思います。上田市では食育プロジェクトを立ち上げ、上田の食で育む健康な体と豊かな心をテーマに、各課と連携しながら食育に取り組んでいます。今年は家族で美味しく野菜を食べようをメインテーマとして、子どもの頃から野菜を毎食食べる習慣を身につけていただけるような内容になっています。それでは各ブースの説明をいたします。こちらのブースでは野菜に関する資料を掲示しています。皆さんは野菜の働きを知っていますか？緑黄色野菜はビタミン A、C、E の3種類の栄養素が多く、合わせてビタミンエースと言います。ビタミンエースには3つのパワーがあり、1つ目は体が強くなるパワーです。免疫力をアップして風に負けない体を作り、タンパク質から筋肉や血管を作るときにも使われます。2つ目は元気が続くパワーです。肌をきれいにしたり、コラーゲンを作るときに使われたり、歯や骨を強くするときに使われます。3つ目は、怪我や病気が早く治るパワーです。抗酸化作用があり、がんや心臓病などの発症を予防してくれるだけでなく、皮膚の修復や鼻や喉の粘膜を丈夫にしてくれます。その他に食物繊維には2つのパワーがあり、1つ目は体を守るパワーです。免疫力を高めたり、がん細胞の増殖を抑えたり、糖やコレステロールの吸収を抑えてくれます。2つ目はうんちがよく出るパワーです。便秘を予防したり、有害な物質が作られるのを防ぎ、腸内環境を改善してくれます。1
1日3回野菜を食べて夏の暑さに負けない体を作りましょう。上田市の公立保育園幼稚園は29園あります。保育園では安心安全な給食を提供するとともに、季節の食材や行事食を取り入れて、子どもたちに食の楽しさや美味しさを感じてもらえるよう日々の給食を提供しています。保育園の献立は主食、主菜、副菜を基本としています。給食では1日約 100g の野菜を使用しています。サラダで使う野菜も茹でてあるので食べやすくなっています。また各園では菜園活動を実施しています。夏頃になると園で採れた野菜を給食で使用したり、収穫した野菜を使って料理を作るクッキング保育も食育の一環として行っています。園児も自分が育てた野菜を嬉しそうに食べる姿が見られます。配布資料に保育園の給食レシピも載っていますので、ぜひ作ってみてもらえたらと思います。学校保健給食課からです。給食の野菜について今日はご説明したいと思います。学校給食は学校給食摂取基準という規則がございまして、そちらに基づいて各学校給食施設の栄養教諭らが献立を立てております。こちらをご覧ください。学校給食では小中学生の皆さんに栄養が十分充足されるように工夫がなされています。中でも野菜の量は家庭で十分摂れていることもありますが、不足することも懸念されますので、栄養教諭らが1日 250g から 350g を充足されるよう、給食でも汁物や副菜を合わせて1食 100g から 140g を提供するようにしております。こちらをご覧いただきますと、給食の野菜が食べやすい理由として工夫がいくつかあります。給食の野菜は衛生管理も含めて茹でたり蒸したりしてアクを減らし、口当たりが良くなっております。そして小学校から中学校までおよそ1800食給食を食べる中では、いろいろな野菜を味わっていただきたく、旨味を感じていただけるような給食に心がけております。彩りの良い組み合わせで食欲が増すよう、日ごとに和食、洋食、中華というように味も変えて出すように工夫されています。例えばこちら一皿に野菜の絵がありますが、野菜 120g を取ろうとするとこのぐらいのようになりますが、給食では加熱調理をしてありますので、かさはもう少し減った状態で提供されています。小さく切って炒めたり、ご飯と一緒に炊いたり、家でも工夫していただいて、ぜひ一日に何品食べたかなというような確認を夏休みにもしていただきたいと思います。夏休みになるととかく食事のリズムが崩れがちです。生活のリズムが崩れますと、やる気が出なかったりダラダラしてしまったりということにもつながりやすいので、ぜひ朝から食事をとるというところから一日を元気にスタートさせていただきたいと思います。夏休みも野菜を中心に食事をしっかりとって、皆さん元気に過ごしてください。野菜を美味しく食べるにはポイントがあります。一つ目は旬の野菜を選ぶことです。旬とは自然の中で普通に育てた野菜がたくさん取れる時期で、旬の野菜は栄養価が高く安価で美味しいです。2つ目は調理方法の工夫です。苦手な野菜があるお子さんもいるかと思いますが、調理の工夫によって食べやすくなりますので試してみてください。3つ目は加熱をしてかさを減らすことです。野菜は生の状態だとかさがあるためたくさん食べることは難しいですが、加熱することでかさが減って食べやすくなります。今年の夏休みはお子さんと一緒に美味しい野菜料理に挑戦してみてはいかがでしょうか。こちらのブースでは小学校低学年と30代女性が1日に必要な食事量の実物を展示しています。食べ物も働き別に4つに群分けすることができまして、1群は良質なタンパク質と脂質、コレステロールを含む食品、2群は細胞の材料となるタンパク質、脂質、コレステロールを含む食品、3群は細胞の入れ替えや栄養素の代謝に必要なビタミン、ミネラルを多く含む食品、
4群は体のエネルギーとなる炭水化物や脂質を多く含む食品になっています。小学生と30代女性を比べると乳製品の量が大きく違います。大人は牛乳なら 200ml 必要ですが、小学生は体を成長させるために大人の倍の 400ml 必要になります。また注目していただきたいのが野菜です。上田市のアンケート結果で約 70% の人が野菜の摂取量が少ないことが予測される結果となっており、1日に3回分けて食べることで必要な量を取りやすくなります。まずは1日に3回野菜を食べることから挑戦してみましょう。1から4分を実際に献立にすると奥のレシピになります。セブンプレミアムの商品を使ったレシピになっていますので、簡単に作れるものになりますので、夏休みにお子さんと一緒に料理をしていただければと思います。こちらは実際に野菜を測れるブースになっており、成人の方が1日に必要な野菜の量は 350g と言われています。本日は手のひらを測定器にかざして野菜摂取量を推定するベジチェックも同時に実施しており、自分の日頃の野菜摂取量を振り返っていただく機会になればと思います。上田市は晴天率がとても高くて、晴れの日が多くて、また昼間と夜の気温差がとても激しいという気候になっております。そのことでですね、とても美味しい農産物が市内のあちこちで生産されております。市内の生産物につきましては、私たちの方で信州上田の内陸農産物というふうに名付けまして、PR の方を行っております。農産物については市内の農産物直売所ですとかスーパーとかいろんなところで売ってますので、ぜひ皆さんたくさん食べていただいて、栄養をつけていただいて暑い夏を乗り切っていただければと思います。よろしくお願いします。こちらの展示では食べ残しを減らそうということで、食品ロスについてのパネルを展示しています。食品ロスとはまだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことです。日本では1年間に約520万トンもの食品ロスが発生しています。これは日本人一人一人に換算すると毎日お茶碗約1杯分のものを捨ててしまっているということになります。もったいないと思いませんか？また食品ロスの半分は家庭から排出されているという推計が出ており、食品ロスの問題は食糧危機や地球温暖化にも影響してきます。家庭で身近にできる取り組みとして、冷蔵庫を定期的に清掃したり、買い物に行くときはチェックリストを作って買うものをピックアップするなど、今日からできることはたくさんあります。皆さんの削減ロスに関する取り組みにご協力よろしくお願いいたします。上田市食生活改善推進協議会です。こちらの活動を紹介します。上田市食生活改善推進協議会では4つのブロックに分かれて活動しております。で、現在90名の会員がおります。で、上田市の健康推進課 の健康に関する、健康づくりに関するいろいろな事業のお手伝いをしているボランティア団体です。で、会員を広く募集しておりますので、よろしくお願いします。皆さんは毎年健康審査を受けていますか？上田市では上田市国民健康保険にご加入されている方を対象に、令和6年6月1日から令和7年1月31日まで特定健診を実施しています。特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診で、血圧や脂質、血糖など生活習慣病の危険因子の有無を確認し、日々の生活習慣を振り返り改善することで、将来的な生活習慣病の発症予防につなげることを目的としています。上田市で実施している特定健診の対象となる方には、5月下旬に受診券をお送りさせていただいています。受診券がお手元にない、または年度途中から上田市国民健康保険にご加入された方は、上田市国保年金課保険事業係までお問い合わせください。毎年特定健診を受け、体の状態を確認し、
生活習慣病を予防しましょう。がんは日本人の2人に1人が一生のうちに一度はかかると言われており、私たちにとって大変身近な病気です。しかし、がんの中には日々の生活習慣の改善で予防につながるものもあります。今回は大腸がんを防ぐ生活習慣のポイントについてお伝えします。大腸がんの発生には食生活が大きく関わっており、加工肉や赤身肉の摂りすぎ、肥満などが発症のリスクを上げると言われています。栄養バランスに気をつけるとともに、食物繊維を含む食材を多く摂るようにしましょう。また活発な身体活動はがんになるリスクを低くします。定期的な運動習慣がない方はまず買い物の時に階段を使うようにするなど、日常の中でできる活動量を少しずつ増やすことから始めてみましょう。なお、飲酒や喫煙はがんになるリスクを確実に上げると言われていますので、摂取禁煙を目指しましょう。近年は医療の進歩により早期発見ができれば治せるがんも増えてきています。生活習慣の改善とともに、定期的にがん検診を受け、早期発見に努めることも大切です。上田市では40歳以上の方を対象に胃・大腸・肺がん検診を、また女性の方を対象に子宮がん検診、乳がん超音波検診、マンモグラフィー検診を実施しています。それぞれのがん検診により、対象年齢や実施時期、申し込み方法が異なります。終了間近の検診もありますので、詳しくは市のホームページまたは健康推進課や各地域の保健センターにお問い合わせください。上田市の健康推進課では、食育の重点的な取り組みとしてソルトマイナス3大作戦を掲げ、減塩に取り組んでいます。長野県の調査では、男女ともに摂取目標よりも 3g 多く食塩を摂取しています。食塩の摂りすぎは血圧が高くなる原因と言われています。こちらのブースでは、アリオ上田で販売されている減塩商品を展示しています。減塩は継続することが大切ですので、よく使用する調味料や加工品を減塩食品に置き換えると手軽に減塩することができます。食品ごとの塩分が記載されています。皆さんはどのような食品を食べることが多いでしょうか。食品を選ぶ際には、栄養成分表示の食塩相当量も確認してみましょう。こちらのイベントを通して、野菜の働きや野菜を美味しく食べる方法、1日に必要な食事量などを知っていただき、日々の食生活を見直す機会にしていただき、一つでも実践できることから始めてみていただけたらと思います。
コーナーでは楽しく体を動かそうということで、体組成功測定会、血管年齢の測定などを行っています。その他に大人も子どもも楽しめるようにつつけん、スクエアステップ、あとリボン回しなどを行っています。皆さんに楽しんでいただいております。それではブースの紹介をいたします。皆さんは体組成測定をしたことがありますか？体組成測定とは体脂肪、筋肉量、基礎代謝量、内臓脂肪レベルなんかが測定できます。中でも皆さんの足の筋肉ですね、体重の中の足の筋肉を点数化することで足が弱ってきているなんていうことも調べることができます。ぜひ機会がありましたら体組成測定やっておりますので、受けてみてください。私はですね、この筒剣、砂の入った玉と筒を使って、楽しむ道具を考案した、清水悟と申します。今日は、こちらの健康づくりコーナー、来させていただいてます。筒剣は、剣玉に似たような、形なんですが、砂の入った玉と筒を使って、このようにいろいろな技を楽しむものです。実はこれ上田市発祥のニュースポーツ&スキルトイなんです。で、今日はですね、こちらを、皆さんに体験いただくんですが、筒剣はですね、先ほど言ったようにこう技をですね、いろいろやるだけでなくて糸がついていませんので、例えばこの足の下を通したりとか背中の後ろを通したりとかいろいろと自由な技ができます。さらにこんな形でね、玉を2つとか筒を2つとか、右手左手自由に使って楽しむことができます。さらに、大人数でですね、キャッチボールをしたりとか、それからレクリエーション的なね使い方もできますので、ぜひね皆さんに知っていただいて使っていただければなというふうに思っております。リボン回しは毎年好評いただいております。3メートルのリボンを使って大きく回したり動かしたりして、体の全身運動を行ってもらっています。スケアステップはですね、転倒予防、体力アップ、それとも認知症の予防効果なども期待できるエクササイズです。小さなお子さんから大人の方まで幅広く、楽しんでいただけるエクササイズとなっております。体を動かす楽しさを感じていただき、日常生活で今より10分体を動かすことを心がけてみてください。